ロシア真空爆弾投下で兵士多数の殺害主張ウクライナは一周ロシア国防省は二十一日までにウクライナの戦場に燃料気化爆弾を高精度で標的に投下し最多で同国軍兵士三百人を殺害したと主張したこれに対しウクライナ国防情報総局の 輸送報道担当者は CNN の取材に馬鹿げた主張プロパガンダの一環と即座に一蹴したロシア国防省によると同国軍のキム副参謀総長がショイグ国防相との会合で報告したとした副参謀総長はこの攻撃が起きた地域や時期には具体的には触れなかったが 今月16日より前の一週間内として、ウクライナ国防省情報総局の特務部隊が展開している場所だったとした。RIA、ノーボスチ通信によると、キム氏はこの空爆には燃料気化爆弾を使用する爆弾を用いたと述べたという。破壊力が強い銅爆弾は真空爆弾とも呼ばれ、空気中の酸素を利用して高温の爆発を生じさせる。 通常の爆発物より爆風効果が長くなり人体の殺傷能力などを高めるという。ショイグ国防相との会合は統合軍本部であったとし、ウクライナ侵略を示すロシア独自の故障、特別軍事作戦の作戦遂行の現状について各司令官から報告を聞く場だったとした。ロシア国防省によると、キム氏は席上。 米国がウクライナに供与した地位対空ミサイルパトリオットの3機、米国製のドローン撃墜システムヴァンパイア1機、外国製の砲10紋に燃料や弾薬庫などを破壊したと報告。その上で、ウクライナが高精度の兵器やドローンの攻撃を受け、装備品や人員面で多大な損失を被ったことも認めたという。 小型の燃料気化爆弾であれば、ロシアはこれまでも使ってきましたが、もし一発で300人を殺傷できる大型のものを使ったのだとすれば問題でしょう。核兵器や生物化学兵器ほどではありませんが、大型の燃料気化爆弾の威力は小型の戦術核兵器並みとされており、使用のハードルが高い兵器です。逆に言えば、自分たちでこれを使用したと主張した以上は、 燃料気化爆弾で攻撃をされても文句を言えなくなってしまいました。燃料気化爆弾使用の審議はともかくブーメランを放ってしまったのは確実です。ロシア、ショイグ国防相、戦勝記念パレードの規模縮小を示唆。ロシアのショイグ国防相は20日、 毎年5月9日に行われる戦勝記念パレードの規模を去年よりも縮小することを示唆しました。5月9日の戦勝記念日の軍事パレードは第二次世界大戦でナチスドイツに勝利したことを祝って行われるものです。また、ロシアとして軍事力を国内外にアピールする場としても注目されてきました。ロシアのショイグ国防相は20日、 軍の会議で今年の軍事パレードについて説明し9000人以上の軍人と75の地上兵器が参加すると述べました登場した戦車が旧型の1両だけだったことが注目された去年よりも参加する軍人数で1000人減り地上兵器も50少なく規模を縮小することを示唆した形です また、ウクライナ侵攻を開始した直後の2022年と比較すると2000人の縮小となり、攻勢を強めるロシアにも侵攻の長期化による影響が出ているものとみられます。ショイグ国防省はまた、15日から17日まで行われた大統領選挙の投票期間中、419機の無人機と67発のミサイルを撃墜したと明らかにしました。 ウクライナと国境を接するベルゴロド州などでは地上での戦闘も起きていてショイグ国防相はウクライナが大統領選挙の混乱を狙って投票所や国家機関を攻撃したと批判しましたロシア軍がキーウにミサイル攻撃17人負傷住宅や工業施設に損害 ロシアが21日未明、ウクライナの首都キーウと周辺地域にミサイル攻撃を実施し、当局者によると少なくとも17人が負傷し、学校や住宅、工業施設に損害が出た。ロシア軍がキーウに大規模攻撃を行うのは数週間ぶり。クリチコキーウ市長は通信アプリテレグラムへの投稿で、防空部隊がミサイルを撃墜し、 その破片が市内の複数箇所に落下集合住宅や工業施設幼稚園に直撃したと述べた火事も発生し救急隊員が現場に駆けつけ消火活動を行っているとした市や地域の当局者によると11歳の少女を含む4人が病院に搬送された少なくとも民家40棟とビル2棟が被害を受けた ウクライナ空軍のオレシチュク司令官は、防空システムでロシア軍がキーウに発射したミサイル31発すべてを撃ち落としたと表明。このうち2発が弾道ミサイルで、29発は巡航ミサイルだったとした。ゼレンスキー大統領は、毎日毎晩このようなテロ行為が行われるとテレグラムに投稿。 防衛システムが強化されれば防ぐことができるとして国際社会に支援を求めた。ロシアのプーチン大統領は先週大統領選を妨害するためにウクライナが攻撃を仕掛けていると非難し報復する考えを示していた。ウクライナ国家汚職防止庁 NACP の高官はロイターにロシアは 今日のキーウへのミサイル攻撃に三億九千万ドルを費やしたと述べた。これは本格的な侵略が始まって以来、国際企業がロシアに対して支払った税金の一パーセント弱だと指摘した。ただ、そろそろ春のデーネー期、前線も膠着し始めるし。冬の暖房を狙ったインフラへのミサイル攻撃も効果がなくなってくる。 しかしそれはロシア軍も同じでおそらく夏の攻勢への準備に入るだろう。ウクライナにとってここでどれだけ防備を固められるか。去年の今頃ロシア軍が必死で作っていた竜の歯などの防衛線を今はウクライナ軍が構築している。またチェコなどが尽力している砲弾などの支援もどこまで進むか。今年の戦局を占うことになるかもしれない。 プーチン氏、裏切り者は事項なしで罰するよう指示我々の歴史では常にそうしてきたロシア通信によるとプーチン・ロシア大統領は19日、情報機関・連邦保安局 FSB の会議で国内外を問わずウクライナに協力するロシア人を事項なしで罰するよう指示した ウクライナを拠点にプーチン政権打倒を掲げ、ロシア南西部ベルゴロド州などへの越境攻撃を行っているロシア人武装組織、自由ロシア軍団を念頭に置いているとみられる。プーチン氏は裏切り者への処罰について、我々の歴史では常にそうしてきたと強調した。武装組織の越境攻撃はすべて失敗したとも主張した。 ロシア人亡命者をめぐっては、ウクライナに逃れた元ロシア軍ヘリコプター操縦士の射殺隊が2月にスペインで見つかった。2018年に英国でロシア軍情報機関の元大佐と娘が毒物で襲われ、意識不明となった事件では、ロシア政府の関与が指摘されている。ロシア、米が示唆した。 核軍縮めぐる二国間協議に冷たい反応。ロシア外務省は20日、米国が発信した核軍縮をめぐる二国間協議に向けたメッセージに対して、ロシアの安全保障全体に関する話し合いの一環としてしか応じるつもりはないと突き放した。米国のリンダ・トーマス・グリーンフィールド国連大使は18日、 ロシア及び中国と前提条件なしで核軍縮の二国間協議について積極的に関与する姿勢だと述べた。しかし、ロシア外務省の報道官は我々が提示されているのは米国の立場からのそして米国の利益になる問題だけの対話だと指摘ロシアとしては自国の安全保障上の利益に直接影響を及ぼす事案を中心に 安全保障と安定に関する諸問題を単一のパッケージとして議論する用意があると説明した。ロシアのプーチン大統領は以前からロシアの安全保障についての幅広い議論を含まない形での米国との戦略的な対話はあり得ないと主張しており、外務省もこうした見解を改めて示したとみられる。 ウクライナ侵略の次は日本だと YouTube で言っている人もいるプーチン大統領が次にどこを攻めてくるかわからない北海道に侵攻してくるかもしれないアメリカはいざとなったら逃げて助けてくれない可能性が高いので日本独自に国防を強化しなければならない日本への侵略を防ぐために日本も NATO 加盟国同様に国防費を大幅に増やすべきだ それが無理なら核保有または共有を PR できるような対応をするべきだ侵攻してきたら報復をすることを宣言しておくべきであるまた日本だけで対応可能な体制を作るべきだ麻生太郎副総裁も戦える自衛隊になるように発言している野党の協力も必要であり侵略を許さないためにも日本はさらに軍事力を強化する必要がある 日本政府は国民に国防の意識づけと軍事力増強のためにフィンランドスウェーデンや韓国同様に若者の徴兵制や軍事訓練の義務化の憲法改正を早急に実現するべきだ。